はい、こんにちは、うろうと予報チャンネルです。8月のシンデレラ9です。8内第77回ということで、今日はクリベアスカウトですね。あとライバル選手確定スカウト、このあたり、それから SSR の確定チケットもらったんで回してみようと思います。スカウト動画でございますが、スマホサブの方もね、青春ランク136の中継ぎここひまわりがつけれましたということで、順調にチームが強くなっていってますけども、イベントチャプターもね、一通り回って、あとはまあまったりとっていう感じでね、逆に言うと9スターどれな、そろそろもらえないかなって感じなんで、ためときたいと思いますけどね。このクリベアね、これも優勝9スターなんですけども、限界突破ね、やっぱりしたい選手がいるので、取っとこうという、次いつ来るかわからないですからね。ということで、ちょっと回しております。夜になりまして、いつ見てもいいですね、夜になるとね、流れ星ね。ともっち、毎日暑いですね。で、クーラーでちょっと、委員長。ああ、これ持ってね、初めてだな。送りバントかなんかしてるやつ。花属性。で、クーラーでちょっと、鼻水が出るって感じだね。ハセマリでリーさん。ハセマリと。なんだかんだ言って、結局今んとこ花山ちゃんの UR だけ持ってないような感じで、天井が3回ありましたけどね。いくら使ったんでしょう、私。結構サラリーマンの1ヶ月分の給料ぐらい使っちゃったと思いますけどね。ハチナマ TV 見ましたけど、ゆうべというか、昨日、ゆうべか、今夜中なんですけどね、8月17日になりましたか。これももうできてるな。この岩木ちゃんらしいですね、UR ね。シルエットが出てましたけど。って感じで、委員長が SSR が出たということですね。はい、で、2回目行こうと思いますが、また今日8月17日月曜日になってますけど、お昼からまたメンテナンスってことらしいですね。またそれ岩木ちゃんが来るのかな。千葉ちゃん、スマホの方のグランドスラムチケットは結局130円ぐらいやったんですけど、出なかったですね。赤の。ハセマリ。これ持ってないな。千葉ちゃんはね、みんなで温まりましょうってやつ、あれ、デレストで使えるんですよね。キュッキュッキュッ、お化けのキュッ。今マスオさんの真似するの忘れた。なんか時間帯によってはできないですね。おお、尖ったハートか。すいません。はい、これでクリベアチケット2枚もらっときましたということですね。今ちょっと久しぶりに、ちょっと1万円ほど課金してこれ回してるんですけどね。
で、これと同時にこのライバル選手あんまり持ってないんですよね。この間あの塩見もらった、あれ初めてだったですかね、うん、これも優勝ナインスター限定なんで、まあ、無償ナインスター今貯めてるのは残ってきますんでね、最悪ドリンクなくなったらまあ無償ナインスターでみたいな感じで、なんか周回するときはね、周回する必要性がで生じたときはそういう方法も取れるとか感じでね、うん、お誰誰これ誰だ、あっ、おお、アメリアね、アメリアサンダース、これ花属性ですね、おお、アメリアか、おおおお、これはおお、アガツマ、おお、持ってるけど、まあ、とつれますね、うん、翼、ああ、これね、いろは、うん、ことは、うん、うお、これ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 、誰だっけ、うん、椿椿、あ、着物の方ですね、おー、あー、結構出ましたね、2枚、アメリアと椿ちゃん、あ、これはいいですね、ロックしとかねえと、おー、椿ちゃんも、こっちは、こっちは超属性ですね、ロックしといて、あ、よかったよかった、あ、おい、またゆっくり育てたいと思いますね、はい、ということで、クリビア2連発とライバル10連やっときました、はい、ということですね、うん、はい、ということでございました、はい、続きましてですね、 SSR 確定チケットがもらえたので、あ、すいません、回そうと思います、まあピックアップはいつもの感じですね、まあ誰が出るかわからないという感じ、うん、早速行ってみましょう。今日はねメンテナンスですからね、まあ昼間ですからね、仕事行ってますから、うん、イロハだ、お、どんどんイロハだ、あ、もしかしてこれ、うわー、これ欲しかったんですよね、おーおー、ラッキーラッキー、ラーメン食べてるやつ、ちょっとセクシーって感じですよねこれね、なんかのスレッドで見ましたけど、うん、あー、ラーメン食いてえなー、うん、全然食べてないですね、ラーメン屋でね、お、ということでイロハ、これこれ結構使えるんですけど、ただこの間で出ましたからね、あの新しいやつ、ホームラン打ってる、あれやっぱホームランだったみたいですね、放物線で言ってましたからね、あ、これもまあデレストをやってって感じですね、うん、ということで今3人か SSR 出たんで、ゆっくり育てたいと思います、はい、ということで、またお会いしましょう、いってらっしゃい、うろてほでした、どうも。